Shush, Mother. What are we doing, girls? James, Yuri, konnichiwa. Deep breaths. I actually could cry. I'm so happy. This is Yuri. Get in there. Yes. Come on. Come on, you Ions. Come on, you Ions. Yuri. And West Ham. Count to 10 in English. 1, 2, 3, 4. Easy. Oh, it's quite fast, isn't it? Yeah. Mac, count to 10 in Japanese. You're ready for that? Wow! Well done! The thumbs up! Wow, that was good. Was that good? Well, I don't Manko, know. Manko and Chinko, that's all I can say. Chinko, Chinko! Go do gym! Yui, who's your favourite player on West Ham? Yeah! Go on! Oh, three more. Smashed it! Yui, how's it going? Good? まあ、本当に初戦からチーム一丸となって本当に最高のチームで戦えたので、まあ、結果は残念でしたけど本当に最後みんなでやりきって終われたのは良かったです。本当にたくさんの方から、まあ、SNS などでメッセージももらいましたし本当にそれが自分たちの力になりました。これからも、まあ、なでしこという女子サッカー日本女子サッカーは本当に発展して行くと思うので、これからも応援よろしくお願いします。久しぶりマジで。褒めエディティング始めます。いきます。よーい、スタート。顔。顔が。ちょっと待って、ごめん。バウンドさせちゃったよね。ダメだよ。やっぱりいいとこいっぱいあるんで余裕でした。いいとこいっぱいあるわ。スリスリスリ余裕でした。次のペアは仲良しペアの、まあ、新しい選手もいる中で
まあ、さきさんも今日から合流してすごい積極的に、まあ、話していたり、まあ、そういうところはすごい、まあ、チームとしてはいいところだと思いますし、まあ、新しい選手も、まあ、プレーでしっかりアピールできているなっていう部分はあると思うので、まあ、そこは自分も負けずにやっていかないといけないなっていうふうに思います。やっぱり自分の持ち味は運動量なので、そこを存分に発揮していきながら、まあ、味方を使うところと自分で行くところの判断をしっかりして、まあ、ゴールだったりアシストでチームに貢献できたらいいかなと思ってます。自分のプレーをしっかり出していければ、まあ、残れるっていう自信はあるので、本当に、まあ、普段からベレーザーというチームで、まあ、レベルの高いところでやっているので、まあ、そこは自信があるので、あとは自分のプレーをしっかり出すだけです。まあ、熊本の地震の復興試合ということで、まあ、本当に、まあ、見ている人が元気になるようなプレーをしていきたいと思いますし、まあ、個人としてはしっかりアピールして、まあ、この後も残れるようにしっかりアピールできるような試合にしていきたいなと。みんなで楽しくできたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、チョキの人だけ立ってください、そのまんま。長谷川選手と交流できたので楽しい。長谷川選手みたいに日本代表になりたい。長谷川優選手にも上手くなりたい。ずっと周り見てずっと声出してたので真似しよう。技術だけじゃなくて戦術のところもやっぱり進化していってるんだなっていうのを感じる機会でした。やっぱり今回もたくさんの人が応募してくれたりとか、まあ、自分がそうやってみんなと喋ったり自分の経験を話すことでそういう希望だったり夢を持ってくれる選手がいるのであれば、今後そういうのもやっていきたいなっていうふうに思いました。はい、チーズ。